この日、超極悪スーパービッグダイナマイト大罪人が刑務所を出所した。彼の名前はケイスケ。計200万兆人を超える女性のハートを盗んだとして、乙女心窃盗罪の罪により刑務所にぶち込まれた。懲役1分32秒の刑期を終え、この世に再び超極悪スーパービッグダイナマイトストロングハードマキシマムストロベリー油マシマシ味濃いめ麺固め野菜マシマシマシニンニクマシマシ辛め箸柔らかめ丼ぬるぬる風呂トイレ別極悪人が解き放たれる。さーて、刑務所も出所したし、また悪さしてやるぞ。でもまた乙女心盗んでも面白くないし、どんな悪さしようかな。そうだ、ギャングのボスになって街を牛耳るぞ。はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はこちら、4月28日に Android 版が配信開始されるこのゲーム、シティオブクライム。このゲームをね、今回ね、実況プレイしていこうと思います。こちらのゲーム、最強のギャングストラテジーゲームとなっておりまして、世界観からコンテンツに至るまで最高水準で作られた超一流のギャングストラテジーゲームとなっております。リアルな戦闘と略奪を主軸に犯罪帝国を体感し、現実では体験できない興奮と欲望に満ちた生活を満喫することができます。配信したての最新のね、注目ゲームでして、スタートダッシュでね、他プレイヤーに差をつけることができますので、早速どんなゲームか遊んでいきましょう。では、プレイヤーがギャングのボス、リーダーになって、そして部下、ヒーローですね、を使って闇ビジネスで稼ぐことによって、どんどんね、自分の縄張りを広げていきますんで、早速ガチャの方でね、ヒーロー募集一回やってみましょうか。さあ、誰が出るんでしょうか。さあ、楽しみです。おっと、女性のヒーローが出てきました。これはテンション爆上がりですね。もちろん、ゲットしたヒーローはね、育成することができます。各校からヒットマンやガンナーなど様々なね、ヒーローを集めることができて、そしてトレーニングしてパーティーを編成して各戦場に送り出しましょう。そしてヒーローはですね、任務に派遣して闇ビジネスを経営することができますんで、早速にちょっと派遣してみましょうか。貨物を護衛する、護送するっていう任務なので、そしたら強そうなね、殺し屋っていうね、役職を持ってます。ジェローム、任務に当てていきます。さあ、はい、車で、はい、任務に当たってますね。任務に向かっております。で、無事に任務が成功すると報酬がもらえるんですけども、面白かったのが、僕がね、任務地に着くと、実際に端末がね、ブーって震えて、着信来たのかなって、ね、思ってみると、僕からヒーローから着信が来てて、こんな風にね、会話することができます。これめちゃくちゃ面白かったっすね。さあさあ、やっぱりギャングといえば、抗争ですよね。隣町のギャングに喧嘩を売ることができて、で、無事にね、勝つと、その町をね、奪うことができます。要するに、縄張りをね、広げることができますんで、早速ね、こちらの隣町のギャングに喧嘩売っていきましょう。はい、あらかじめ訓練しておいた自分たちのね、兵隊ですね。部下たちをね、使っていって、さあ、こんな感じで、ド派手な抗争を繰り広げております。で、これどうだ、いけるか、いけるか、無事に、倒しきる。あ、いけそうですね。よし、押してますよ。一応手前側のね、自分の兵隊です。さあ、あともう少し。あともう少しで、さあ、銃ぶっ放してやっていけば、オッケー、これで倒すことができるんで、ここのね、縄張り一帯を自分のものにすることができるんですよ。そしたら、シティオブクライム、策略性もありまして、ギャングだから、やっぱりね、テリトリー、縄張りをね、どんどん広げていくんですよ。新しく広げたテリトリー、縄張りにですね、こんな風に施設をね、建てることができます。今回はね、トレーニング場、建てていくんですけども、こんな風にね、いろんな施設を建てていって、で、闇ビジネスに手を出して、で、どんどん稼いでいって、で、さらにどんどんね、縄張りを広げていって、自分ならではのね、街、まあ、帝国を築いていくというゲームになってます。さあ、トレーニング、できましたんで、どんな地図か見ていきましょうか。こちらの施設は、はい、自分の部下を強化できるみたいですね。なので、こちらで早速強化の方やっていきましょうかね。あとは街を飛び出して、資源を略奪したり、他人のね、縄張りを乗っ取ったりすることができます。はい、こんな風にですね、はい、広大に、いろんな街がね、広がって、おります。で、あとね、
ゲーム始めたらいいけど、何したらいいかわからない方ね、こちらのミッション、ミッションをね、進めていけば、おのずとね、自分の街、でかくなっていきますね。じゃあ、せっかくね、街飛び出したんで、ボートをね、制圧していきましょうか。あらゆるね、脅迫犯を制圧しながら、縄張りを拡大していくことができますんで、さあ、そしたらですね、部下を出撃させていきましょう。さあ、自分のね、兵隊がもう間もなく、到着していて、こっからね、戦いが始まります。あ、戦ってますね。で、このね、戦いに勝つことで、報酬をいろいろゲットしていきますんでね、どんどんね、制圧の方していきましょう。それではね、右下の、こちらのアイコンからですね、やっぱりギャングといえば、銃撃戦ですよね。ストリートファイトでね、銃撃戦味わうことができるんで、早速やってみましょう。さあ、では銃をぶっ放すね、ヒーロー、キャラクターを決めていきまして、さあ、行きましょう。果たしてどんな銃撃戦が繰り広げられるんでしょう。さあ、こんな風にですね、新スキル、ゲットしまして、いろんなね、アイテムで、を使ってね、ボート、大量に押し寄せるボート、倒していきます。で、操作ね、めちゃくちゃ簡単なんですよ。マップ上ね、コントローラーで自由にね、移動することができて、で、道端に落ちているお金を拾うと、こんな風にね、どんどん武器をゲットすることができるようになります。はい、こんな風にね、道端に落ちているね、お金拾っていきます。で、ある程度拾っていったら、あ、はい、敵が出てきました。はい、敵出てきまして、で、別に、こうなんだろう、エイムとかを敵に別に合わせるとかそんな必要もそんなないですよね。向きをね、ちょっと敵にね、向けるだけどんどん敵をね、撃っていってくれます。はい、で、さらにどんどん武器ね、ゲットできるんですよ。なので今回ちょっといろんな武器ね、使っていきましょうか。これ組み合わせ次第ではね、めちゃくちゃ強くなったりとかすると思うんですけど、どの武器ゲットしようか悩むんですけど、なんか、星の数が多いね、おすすめ度が高いやつをね、ちょっとね、今、ゲットしてみました。はい。火炎瓶とかもね、自動的に投げてってくれます。で、さらに、じゃあ、ドローン使ってみたいな。はい、ドローンとか、もうね、こんな風に、攻撃してて、どんどんね、敵をね、倒していきます。はい、いっぱい倒れて。はい、なんですけども、こう、大量の敵をやっつけていく、爽快感はね、めちゃくちゃね、気持ちいいですね。他のゲームでは味わえないように、ような、どんどん敵をね、たくさん倒していくっていう爽快感がね、味わえます。ちょっと敵がね、多すぎるんで、細い路地に逃げ込んで、こう、まとまってきた相手を範囲攻撃でやっつけるみたいなね、そういう戦い方をできるんで、まあ、マップのね、駆使して、やっつけていきましょう。で、終盤になるとね、各ステージ、いろんなボスが出てきます。ほんといろんなボスが出てくるんですか？ちょ、引け。今回のボス引けよ。ちょっと、これ裏からじゃなくて、あ、でも一応ダメージ入ってますね。ダメージ入ったら、あ、よかった。これでダメージ入んないとかだったら、ちょっと最悪だったんですけど。裏から回り込んで攻撃しようかなって思った。ちょっと、散らばってるお金、ゲットしてって、ちょっとより強い武器欲しいな。あ、で、近距離攻撃のようなので、これ距離取っていって戦っていけば、あ、全然余裕で戦えそうですね。はい、いじめです。はい。陰湿戦法。俺ギャングだけど陰湿な戦法で、絶対近づかねえ戦法で。戦っていきます。これで倒すことできましたね。オッケー、ナイス。で、無事に倒すことができると、報酬がね、ゲットできるっていうシステムになってます。で、驚きのね、ゲームモードがありました。はい、こちら、美女機能ですね。なんと、こちらのゲームでは、美女とゲームをしたり、プレゼントを送ったりすることで、こう、親密度をね、高めて、まあ、ドレスアップ、いろんなスキンもゲットできるし、あとはスキルバフもね、アップグレードできるみたいなんで、早速ね、この彼女とね、デートの方、していきましょうか。はい、レストランでは、彼女が食べたいものをね、ちゃんと選択してあげると、親密度が上がっていくみたいなんで、ちょっと乙女心が分かっている私、ケスケ、選んでいきましょうか。まあ、さっぱりしたものなんで、シーザーサラダ。で、次はメインディッシュですね。まあ、かぶりつける油っぽいものなんで、まあ、ステーキじゃないですかね。で、続いて、スープ。あー、これ濃厚クリーミーなやつ。どれだ？俺、ちょっと、ミネストローネスープしか飲んだことない。わかんない。そうそう。チキンヌードルスープでいくわ。これでいいのかな？で、デザートは、あ、甘いやつね。だったら、まあ、もうチョコレートケーキじゃないですか。レモンタルトとかチーズケーキさっぱりしてますからね。なので、これで果たしてどんな結果になるんでしょう。あははは。あと少しだったの？待って、何でミスった？はい。ということで、今回は犯罪都市、シティオブクライム。こちら実況プレイの方、やっていきました。
いやー、リアルなギャングライフをね、体験できてめちゃくちゃ興奮して、すごい楽しかったですね。概要欄にダウンロード URL リンク貼っておきますんで、ぜひぜひ皆様遊んでみてください。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。